はい、ということで、よろちきラジオ6回目ということでございます。お願いし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 ます。奈々さん、昨日、どっか飲みに行ってました？昨日飲み行ってない。あ、そう、夜更かしした。夜更かししてない。あ、ほんまですか？なんで？いや、しんどそうやな。朝走りました。あ、朝走った。ああ、継続してますね。いや、そう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 。もうやっぱもうな、怖いね、やっぱり。怖い。ただ痩せたいとか健康のためってだけだと多分こんな続かへんと思うんだけど。はい、はい。多分フルマラソンもほぼ確で入るから。なるほど、なるほど。ちょっと、まあ、どういうのでとはまだ言えないですけども、フルマラソン、人生初ですよね。もう多分さ、ほんまに仕事に支障出るから、昔のさ、うん、忙しくない時ですら結構支障やって。言うたら漫才中に、お前は、うん、まだ筋肉あるからかなんか知らんけど、うん、全然漫才とか出るとき普通やったけど、やっぱ足引きずりながらさ、センターマイクにたどり着くの、時間かかりすぎてさ。まあ、いわゆる、昔若手時代に、8年前ぐらいか、あれ。そんぐらいちゃう ?2013 とか4とかそのうちゃう。そんなもう10年前ぐらい。まあまあそうか。うん、の時に、奈良さん、だからその時、でも28やろ、その時。ってことは。29とか、30、でも30ぐらい、あ、30、じゃない。でも今の。30代ではないな、多分。今の俺より2歳年下ってことだろ。ほんであんな足傷ってる。いやでもお前分からんで、今やってみ。あ、でも確かに、今やったら分からないから、うん。その時俺。まあでも、もともとのなんか多分、マラソン前、全校生徒で1位とかやったやろ。ああ、そう、俺。そういうポテンシャルもあるんじゃん。まあ結構得意やったよ、マラソンが。唯一ぐらい。学年トップとかなって、シャトルランとか。確かにな。めっちゃ得意やったから。お前ね、今やっぱりずっと一緒におるけどさ、うん、コミックで13年目か。うん。お前の得意なもんってやっぱマラソンぐらいしかやっぱ思いつかない。なんやねん、それ。冗談や。ちょっと早いって。なん今の。ありネタみたいな。めっちゃ恥ずいんやけど。めっちゃ普段やってるテンポやってん。いや、なんか、ちょっと。終わってくるかなと。早いって。ちょっと、キラキラ。切れてくるかなと思ったら思った通り切れてきたから。いやいや、だからって早すぎるやん。いやでもほんまに、はい、10年前ですか、寛平マラソンっていう、寛平師匠が主催の、マラソン、フルマラソン、そこで人生初めて僕も走ったんですけど、まあ、そんだけ自信あったけど、全然しんどくて、5時間以上かかって、足も引きずりながら最後。歩いた途中歩いた。歩いたもうやっぱしんどい。歩いたんや。無理無理、あんな。あんま20何倍やったっけ、あの時。あんた21とかちゃう。うん、それで、うん。え？水飲んでるけど。それで歩いたんや。それぐらいだ、21とかそんななってないから結局。あれは歩いて走ってとか、もう最後の方でも、ほんま足動かんねん。ほんまに。あれやばいよ。あれ、あかんねん。舐めてたら。いや、あれやっぱ体壊すさ。俺正直、ノー練習で行ったやんか、うんうん。俺は学年トップやったし、みたいな。もうその。最初めっちゃ早かったもんな。そう、最初、サインぐらいやって。よくあるやん。サインとかやったそう、オールスター感謝祭とかでさ、うん、芸人がおちょくりで早いやつとかあるやん。お前ずっとその癖治ってないな、今考えてみて、うん。オールスター感謝祭。オールスター感謝祭でお前めっちゃ飛ばして最初さ、何やったっけ最初。俺最初2位やった俺。邪魔すなよ、マジで。お前の2位別見たないねん。俺2位で、激走してたから。で、その後どうなってたっけえ、その後、地獄の坂で、もう28ぐらいだった。なんかな、タレントさんに言われたもんな。え、一生懸命走ってるタレントさんに、どけっつって言うな、それ。めっちゃでかい声聞こえる。とあるタレントさんに、どけどけどけって言われたっていう。誰が言われてんねんと思ったらお前やと思う。うん、そうそう。あかんねん。見知らぬタレントさんにどけって言われたから。遅すぎて。ちょ、最初飛ばす癖あるから。あかんねん、お前。うん。なんとか目立とうとして。いや、そのタレントさん俺恨んでるけどな、今ね。いや、もうええやろ。いや、どけって言う見返すリスト。いやいや、だから、ほんまに、ナナさん、それ、練習は正しいと思うよ。いや、もう、そうそう。だから、ほんまに、その時ぐらい暇でもないし。そうだな。仕事もあるし。番組とか、で、他の番組とかで足引きずって、登場するの遅いとか。いや、やっぱ、足引きずるイコールさ、やっぱり、いい印象ないから、失敗してきたから、我々。去年の M1 1回戦、霜降りバラエティのロケで、ナダルさんが亜生とカポエラやって、亜生に蹴られたところ痛めて、歩けへんくなって。うん。足引きずりながら、どうもーつって。ほんま、後輩に蹴られて、ちゃんと歩けへんくなるって、むちゃくちゃな話。終わりやで、ほんま。ほんで、足引きずりながら出てきて、どうも、コロコロチキリペッパーでお願いします。M1 の1回戦、もう緊張感走ってる中、
まあちょっと昨日カポエラのロケで足怪我してますけど。なそれシーンでもなんか総合的にやっぱ霜降りがそれ見ててくれてたらしいけどさ、うんうん、1回戦トップに上がってもらったから、ね、あ YouTube でな、そうそう、うん、全部というか、うん、8割ぐらいお前悪いって何がやねんあいつらマジで好きかって言ってるツッコミやばすぎる、西野下手やったなみたいな、ツッコミやばすぎるって、じゃ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 、なんであれで、いやもともとは霜降りのロケで怪我してるからなんでそんなん言ってくんねん。ほんで粗品なんてあれやからな、うん、そのさっき出た寛平マラソン、うん、若干二十歳ぐらいで断ってるからね。いや、あいつやっぱすごいな。あいつやばい。カンペマラソン断る人いないから。若手で断る人おらへん。いや、おらんねん。あれ、無理やり、しんどくても、うん、しんどくてもって言ったらあれやけど、まあまあ、経験として走っとこうって、若手芸人全員出るやつやねん。結構上の先輩も走ってる、ね、いや、そうやで。うん、そんな中、あいつも、やっぱもう、ぶれないね。ね、やその時から。ずっと一緒やな。カンペマラソン、もう断ってたっていうね。うん、まあまあでも、ほんまちょっと、完走してほしい、俺は。いやさ、まだ、フルマラソン走り切ったという。まあ、歩いてもええよな、だから、正直。絶対に歩いてもいいと思う。てか、そうそうそう。それは、走り切るってことが大事だから。うん、多分、ほんまにマジでもう、びっくりするぐらい筋肉ないから、今。ああ、そうなん。たまにさ、僕らあの、コロコロチキチキペッパーズのやっべーぞっていうロケで、中学生たちとロケしたりするんだけど、はいはい、なんかあの、馬跳びみたいなずっと柔道部のコーラと一緒にやった時に馬跳びね、もう飛ばれへんかったもんほんまに。俺あの時に2センチぐらいしか飛ばれへんねん。俺あの時にほんま老いを感じてん、奈良さんの、うん、でその最初は飛べるんですけどもちろん、うんうん、最初はもうピョンピョンって人を飛び越えて飛ぶんですけども、うん、足上がらへん、ほんまに足上がらへんねん。なんか、うん、そのジャンプではなかったもんな、なんかほんまにちょっと一瞬ふわって浮いたぐらいの、とか、うん、声だけは1、2枚だし全然足上がらんやんってなって、きつかったな。うん、だからほんまにもう、はい、老化やろな。いやもう老化老化、もう、うん、もう余裕でだから、うん、奈良さんあのカンペマラソンの時は30何キロ地点、33キロ地点、ね、33キロ地点、無理無理無理、やめとけやめとけ、もう無理やからって言われて、警備員の人、ああもうハミいけるわけないやろこんなもん足切り怒られたからやっぱきついな。でも腹立つな、その33キロぐらいまで走ったボロボロのやつにそんなきつい言葉かけてくるおっさん俺も見返せる人に入れてんねんけど、いやいやあるんかい、見返せる33キロ時点で足切りしてきたおっさん、いやいやいや見返したのか絶対そいつ何も覚えてない多分ナダル切ったったとかいやでもほんまに、うん、はい、やっぱ33キロ時点で切られたかもしれんけど、うん、はい、ラスト5キロいかついから、ラストもう38キロぐらいから、あと5キロってなるから、そこのほんで耐えて完走してほしいね。これはちょっとね、その後の仕事どうなるか分からんけど、いやーまあまあもうほぼほぼ走らなあかんっぽいから、どうする、その足引きずるやん多分、漫才出番入るやんまた、どうする、つかみ頼むでお前ほんまに、いやだから俺のせいみたいに言ってるけど、カポエラで怪我してますけどの時点も滑ってたよそこで俺をフォローできてるかというと、俺も滑ったから、なそれ、うん、なそれとかって滑ったからあれやけど、その時点で受けてくれたら、うん、もうなそれとか言わんでもいいや、俺この辺ちょっともう課題やな、うん、西野もさ、もう言うたら漫才とかでさ、なんか結構もうアドリブみたいな入れたいみたいな言うけどさ、はいはい、この状態ってやっぱ入れられへんいやまあ確かに困ってしまう時あるよな、うん、なんかの時めっちゃ困ってんな、なんかアドリブなさんがしてきて、で俺があれじゃん、だからまあ、それこそまた霜降りバラエティの話やるけどさ、うん、汗に行かなかん時にさ、西野の時にうらーとか言って、あ俺の方に何か言ってくるみたいな、そうそう、西野にガーって言って、なこっちちゃうねんみたいな来るのかなったら、くさっバー凍りついたって俺がはたけばよかったよな、頭叩いたりなんで、どっち来とんねんとか、どっち来とんねんとか言ったらよかったけど、結構分かりやすいことしたやつ、うん、俺がくさっとか言って、ね、せいやがシーンってやったと、せいやが「やいやーコロチキの平場やな」と思って絶対よくないこれ頼みますよ、絶対あかんよ、はい、あれうん、まあまあそのマラソン頑張ってほしい、頑張りますね、あれですけど、うん、あれ見たよ、何なんか DM 来てよ俺、ほうほう結構来んねやんか DM、うん、そのまあまあ俺に対してのことも、うん、まあまあ多いけど、はいはい、なんか知らんけど、うん、ナダルさんがこうでしたよみたいな DM めっちゃ来んねん、うん、なるほど、うん、まあそれ昔からやねんけど、うんうん、例えばナダルアンビリバボーの初回があった時とか、うん、お前の相方も外歩かすなとか、うん、まあお前から聞いてたけど、うん、嫌なコメントばっか俺の前で読み上げてな、うん、最近もめっちゃ来て、何なんか酒のつまみになる話あのナダルさん出てましたけど、あのその話したないな、なんか冒頭10
分ぐらい、うん、なんかちょろちょろっと話した後、うん、ナダルさんって帰ったんですか？なんか一言も喋ってなかったんですけどみたいな DM 来て、うん、あ見ようとは思ってたんけど、はいはい、なんか、うん、そのあかんって分かったまんまやんか、うん、そのなんかあかんかったんやみたいな話も聞いてたから、うん、まあ西野も言ってたしな、うん、だからなんか見る気せんくてなんか、いや俺もやねん、鼻からあかんって分かってるもんなぜわざわざ見るんやろ、うん、だからなんか多分やけどおもろいミスとかじゃないやん、うん、なんであんな発言してんとかあったら見んねんけど、うん、ただただなんか話聞くところによると出れんかったみたいな前にそのただただ消極的やったっていう、うん、そう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 、うん、あそういうのも来てたちゃんと、あ来てた、なんか、ね、3通ぐらい来てて、うん、西野さん3通かい、うん、え3通ぐらいで、暗いな、えでも DM やで、うん、わざわざ、うん、西野さん酒のつまみになる話見てほしいですみたいな、うん、本当にナダルが何もできてないのでとかいやなんやろうな、俺だから今13年目でテレビで出して2015くらいが出だして、はい、まあまあはいそうですね、やってるんですけど、うん、トーク番組で、うん、俺一回もうまいこと言ったことない、今んとこそうだったっけ、ないな、ほんまうまいこと言ったって思った、だって YouTube とかでもさ、うん、トーク会とかさ、うん、それこそあの営業の漬物屋の話とかしてたら、うん、ナダル、うん、ほんまにトークおもろいなみたいななるやん俺赤ちゃんけど大御所たちとトークするとほんま NSC 戦ぐらいおもんなくないおもんなえ分からへん、ほんまこれむずいねんけど、じゃなんかやっぱさ、なんやろな、なんかそれふざけたあかんってなってまうというか、ちゃんと話さなあかんってなってまうた時に、なんかちゃんとせなあかんっていうのが一個、まあ、でもそれはみんなとは思うねんけど、うん、その萎縮するというか、うん、俺も全然萎縮するし、うん、ただナダルさんって、うん、萎縮せんでもええやんの人やん。そうやねん。うん。普通にミスが許される人やん。だから、ミスしに行ったらええのにっていうのは、ちょっと思うよな。昨日、そうそうそう、うん。それこそ作家さんと二人でタクシーで帰ってたんですけど、うん。結構そのこと言われた。あ、そう。なんか、なんやろ。ミス恐れすぎて。ミス恐れすぎていうか、一番あかん手が出したまあまあそのさ、そうなんて、なんともならへんのが一番あかんから。ああ、まあその作家さんもね、うん、我々ずっと10年ぐらい続いてる作家さんから、昔からね、いろいろ。よう分かってくれてるからこそ言うんやろうけど、うん、そうそうそう、ああ、やっぱあれ、お酒は入れるやろ、あれ。うん、え、まあ、何杯ぐらい飲んだん？え、でも一杯だけから最初は。あ、結局飲んだんが3杯、3、4杯？うん。でもまあ、何やろうな。でもそのお酒飲んで気持ち和らいで、みたいな。気持ち悪くなってきてさ。え？吐きそうやと思う。吐きそう。全然良くない方言ってるやん気持ち悪いと思って、えつまみになる話できへん、そんな酒で吐きそうな話って、いやいや無理やろ誰が聞くねんそんなやつの話えじゃあ冒頭は喋ってんな、うん、なんかいや冒頭はまあまあだから自分がいきなり回ってきたから俺、ああそうなんや、いきなり回ってきたから、うん、で緊張しながらなんとか喋って、うん、そっから喋らず、え、さ、突っ込まれたらせんかったかまいたちさんとか一緒やった、あ、まあ一緒やねんけど、なんかうまいことを喋ろうと思ってもらうから、あ別に突っ込まれることもなく、いやちょっとあのお話なんですけどみたいな、あなんかできるやつできるやつ、一番寒い触れづらいという、うわちゃんと喋れるナダルやっぱ求めてなかったんかな、そうそうそう、いやいやもちろんそうやし、それも言われたな、なんかなんていうの、そのナダルにちゃんと求めるんやったら別に他の人呼ぶしっていうことを作家さんに言うと、えぐいこと言われて深刻やけど、えぐいこと言われてる、いやだからそうそう、ちゃんとしようとしてまうの、なんかそういう、あま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 あ、まあ、それがむずいねんな、まあ役割的に な, そうなふざけまくっていいとかやったらさ、別に交渉委員会とか別に何してもいい、うん、まあ、そうやな、そう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 、はいはいはい、別に論破とかも別にさ、まあまあまあそう脱線脱線をね、そうそうそう、なんかあんま脱線したらあかんと思ったらキャッてなと思う、ああなるほど、ちゃんとせなっていう、俺のあかん部分やな、俺のちゃんと真面目な部分っていうか、ああそうだったらまず終わりやな、もうほんま学生時代の学級委員長とか目指してる時の議長とかやってた時あとかやってたんか、やってた議長、うん、小学校の時は小学校からちょっといじめられだして、そあそういやだからそのまあね、うん、経験としてはめっちゃだからいやまあまあな、うん、いやでも俺こういう経験めっちゃしてんのに進まへんからもう無理かもしれない、あだから今度さ、うん、アメトークの同期芸人やるやん、 あ、うん、あの霜降り明星同期芸人、はいはいはい、僕らまあ霜降り明星僕ら、うん、ビスブラダンブラ、うん、はいはい、花子、うん、ヒコロヒー、うん、ザズィーか、うん、かな、うん、メンバーそれだったよな、うん、もう確かに同期でみんな、うん、もうめちゃくちゃ切磋琢磨してきたみたいな、ね、うん、やっぱりまあ、みんなじゃないけど、うん、ちょっとその緊張感あったな。これだ、もう俺も全然あかんかったけど、うん、ないやろな、あんまいい感じではなかった。いや、でも分かんない。それがいい風になって、まあ、編集でうまくなってるのかな、知らんけど、なんかその、ちょっとこう、みんなが終わってから、
あれっていう正直ね、ちょっとなんかな、あ、なんかその各々のこの、うん、なんか縦軸と横軸が交わらん瞬間が結構あったか、まあな、うん、まあまあその初めてのアメトーク同期芸人ということでちょっとこうな、うん、あったかもしれんけど、だからまあ分からへんねん、だからアメトークで俺も梶さんに言われてるから、うん、苦手やなって、うん、えアメトーク苦手やなって言うてその苦手やし、ほんで、うん、ああ、うん、まあアメトークってさ、うん、なんとか芸人で縛りがあってさ、うん、なんか自分が持ってきた話をうまく話せるかどうかっていうとこあるやん、うん、そうちゃんと自分の打席で勝利できるかみたいな、うん、ナダルアンビリーバブやったらさ、そう帰ってきたやつ打つやから、うん、そのトークちゃんとせなあかんっていうのめっちゃ面白いな最近、それがやっぱ一個あるのかもな、うん、そうそうトークちゃんとせなあかんって、うん、いやいや分かるけどな、俺もなほんまに何話してんのこれみたいな時あるしな自分で、うん、いやあるあるな、たまにな、うん、あるある、だからそういうの難しい、うん、もうやるしかないもんな、まあ、まあ、そうやねん、結果むずいねんけど、あとは DM それ以外にも来まして、ああ西野さんみたいな、うん、あのぜひこれ見てほしいですって言われて、ああ YouTube のリンク貼ってあって、うん、まあまあ僕まあ DM 全部見てるわけじゃないけど、うん、これ見てほしいですってリンク貼られてたらちょっと興味出るやん、なるほど、でポチって押したら、うん、ひろゆきさんとなるさんの対談みたいな、ああああ、なんか R25 っていう番組のインタビュー形式のやつで、うんうん、まあ、あのリモートでひろゆきさんがつながってる、うん、はいはいはい、見たんやんか、やったな、うん、40分ぐらい、あれ50分ぐらいあった、喋ってたな、うん、やっぱ思ったんやけど、うん、なんかひろゆきさんとナダルさん相性いいかもな、うん、なんかめちゃくちゃテンポよくない、いやもうな、でひろゆきさんやっぱおもろいな普通に、いやまあおもろい、まあまあおもろいんかな、結局、うん、認めたくなさそうやけど、いやもうなんかもう分かってるひろゆきさんのやり口はもう絶対俺になヤーガー言わせようとしてくる、いやそうだからその、うん、まあ言うたら性格悪いやん、性格悪いな、性格悪いけど、うん、しかもパリで優雅なさ、あの窓際のとこからずっと言ってくるわけ、あのな日差しがいいな、立ってくんねほんまそうだから、ね、パリで寝起きでおざまーすとか言ってきてでズバズバ言ってくるわけやろ、そうそうそう、腹立つね、あの隣の MC してた方はさ、すごいなんか物腰の柔らかい、ね、すごいいい感じ、落ち着きのある回しでさ、うん、俺奈良さんはじゃあ学生時代はこうこうだったんですかみたいな、そうですねみたいな、どの部分で切り替えたんですかみたいな、まあ僕も正直嫌われるっていう方にシフトチェンジしたというかみたいな、はいはいはい、でずっと足組みながらさ、うん、偉そうに喋ってた、あ、ほんま、で、うん、視聴者的には、うん、何をちょっと偉そうにとか思う人もおれば、まあ、奈良さんのファンやったらなるほどな、そういうこと思ってたんやって、うん、さあひろゆきさんなんて言うんやろうと思ったら、そうですねみたいな、さっきから聞いてますと、あのナダルさんは自分から嫌われに行ったみたいなかっこいい感じで言ってますけど、もともと嫌われてたじゃないですかでその消去法でもともとの位置に戻っただけなんだと思うんですよそんでナダルさんもうグーの音も出ないみたいな、そうまあまあそうですけどなんやみたいなパリからなんやみたいな、ね、そうそうパリやのにまあええなみたいな、パリやのにリモートやのに的確なまで言ってきよるからさいやでもそのなんかおもろかった掛け合いが、うん、まあね、うん、まあ、ひろゆきさんとは、うん、ひろゆきさんとまともに喋ったことないから俺、あ、まあ言うたらえそのディベートとかでもさ、うん、なんか俺聞いてたら10億円で家族捨てるみたいなちゃくってたそうだから、うん、金か愛かみたいなね、うん、なんか忘れたけど忘れたけどテーマが、うん、でなんか結局ひろゆきさんに詰められて最終的に奈々さんが10億円のもらったら家族を捨てるって言ったっけ、うん、で結論で終わった、最悪やん、うん、そうそう、家族関係に日々入ったからえ意外してくれよ、いやだからひろゆきさん、うん、面白いっていうよりかは感じ悪いっていう方があれ、まあな、ちょっとあん時はやっぱもうなんやねんってなってないけど正直、普通にだって俺の前コウコウさんとかって普通にめっちゃトークしてたらしい、あコウコウさんね、うん、そうバチェラーのね、バチェラーの、うん、うん、だから俺やからそういうこと言ってきてるやんってこと、うん、まあなんか全然ちゃうやんって、えじゃあ腹立ったってこと、うん、これ何やパリからっていやパリから朝寝起きでもごもご喋ってるかと思ったらズバズバ言ってきやがってええやん別に、うん、だからなんかしかも俺の話にもなってて、そのあーなってた DM は、うん、あの西野さんの話も出てるんで見てくださいみたいな、でそのそれもあったし、あどういう感じであの俺の話が出てんやろって、うん、どうせまたその奈良さんが俺の悪口言ってんのかなと思ったら、うん、なんかめっちゃいい風に言ってくれてて、でひろゆきさんも、うん、あのじゃあ西野さんがとかって西野じゃあナダルさんは
何もなかったのに唯一の努力が西野さんに拾ってもらえたってことですねみたいな知らんとか言ってね俺、うん、ほら奈々さんの顔も曇っていってどん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 、うん、ほらなんかもうめちゃくちゃ言われたくないこと言われたというか、うん、まあ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 あれやけどな、うん、まあだからほんまその部分はまあ根底にはあるからね西野がおらんかったらもうどうにもなってないっていうのももちろん根底にあるからあれやけど、いや知らんねんっていう俺からしたら、うん、その西野が組んだのはやっぱそのそういうふうに見つけた努力をしたってこと見つかる努力をしたってことですかねとかって言ってて、うん、知らん知らん知らんって、うん、西野に聞けやと思って俺は俺にそんなん言われてもさ知らんしっていうのそれはもう言ったけどその本人の前で西野に聞いてくださいほんなら知らんから、うん、でバーって突っ込んでた、うん、そういうの言ってもでもひろゆきさんは余裕やんか、うん、笑ってヘラヘラして、うんだからその温度感がめっちゃおもろくて、うん、いやでもあれは面白かったね面白かったいや視聴者から見たらすごいだって奈良さんの真面目な部分も掘られてたやん、 なんかまあそうそうだからそういう系の話してほしいって言われたからうんそういう系でいきますかっつって、だからなんかバランスめっちゃ良かったなと、うん、見てない方ぜひちょっと概要欄とかにも貼っとくんで、いやほんでそこで飲んだリアルゴールドがもうほんまうまくてねうんいやそうそうだから、うん、めっちゃうまかったリアルゴールドがちょっと入ってんな、うん、あの提供で、うん、で奈良さんがアピールみたいな、でそのわーってリアルゴールって本当よくてってなんか言ってたらひろゆきさんがまた綺麗事言ってんなと思いましたでもう図星というか、ねま、でなんか若者に対して最後エールをみたいな、うん、でなんか楽して生きるためにはみたいな、うん、なんか適当に何だっけなんか奈々さんフリップに書いてたよ、ねうん、なんか楽しむ人生一度きりやから楽しむこと、うん、それもあんま考えすぎず適当にみたいな、うんうんうんでわーって熱弁してこうこうこうやからこうだと思うんですよ MC の方もなるほどみたいなちゃんと聞いてくれあの人、うん、ほんならひろゆきさんは、うん、いやなんかうん本当綺麗事ですよね全然こもってないですよね心がずっとその感じで終わったやん、うん、あれがめっちゃおもろかったよな、うんまあうん、ひろゆきさんなまあまあもうだからもうひろゆきさんの人も揉める覚悟でいくわって思ったもうああ普通に話すも何もないなかったなと思ってああもう鼻から揉める確定というかもうそれでいくかって感じだったはいはいはいなるほどなるほど、うん、まあそれが最近僕は見てよかったなってなるほどね奈々、うんうん、さんありました最近そう見てよかったなみたいな見てああ見てよかったで言うと、うん、もうブルージャイアント見たああまだ見てないねお前やっぱなんか知らんけど映画見てる割にベタな映画全然見へんよななんかそのさ映画よう見てるんですみたいなこと言うけどさ最新の映画の話とかしようと思ったらさ、うん、できへんよ基本ああいやだからその俺映画館で映画見たら寝てまうからね、うん、その全体の百発百中もうだから、うん、こんなん言ったら申し訳ないけど、うん、俺昔映画館寝に行ったりしてためちゃくちゃ寝れるから何もいいやねお前いやいやほんまにこんなんやったら映画お前変わったなほんま松屋であんなさ食べ貧乏飯とか言ってさ焼肉のタレかけてさ違う違うやってたやつがお前映画館で寝に行ってんのお前違う違う贅沢者違う違う昔やでお前映画にして昔のもきついわお前いや違う違うそのどういうつもりやねんよう寝れんの寝カフェとかが空いてなかった時とか、うんなんかあるやんたまになんかその陸、うん、俺でも、ね、その発想がないわ俺はあほんま、うん、映画館寝かけ空いてないな映画館行って寝ようってそのまあハズレ映画見に行ってハズレハズレ映画の全部喧嘩って、うん、あの2時間半ぐらい、はい、もうバッチリ寝るっていう、うん、寝ていやもうねほんま寝てまうの映画館はでも、うん、だから、うん、映画を見に行くときはバチバチにレッドブルとか飲むねん。その対策。気合入れなんかね。そう、対策をしてったら寝れんねん。うん、ね寝れへんねんな。そう、対策をしてったら寝れへん、うん。だから、寝ずに済むというか。だから、昔コーヒーで対策したことあって、うん、コーヒー飲んだら俺めちゃくちゃトイレ行くねんか。うん、だから、映画館には不向きやから、結局レッドブルってなってんねんけど、うん、レッドブルを飲んで映画見たら、そんか夜寝れんくなるやん。あそんな効くのレッドブルってめっちゃ効く俺体質的にめっちゃ効くねんか、うん、だからレイトショーとか俺行きたいねんけど、うん、あかんねんレイトショーはレッドブル飲んで行った場合、うん、映画終わり寝れんくなるからだから結局昼にレッドブル飲んで映画を見るっていうのが一番なるほどね理想の形やねんけど、うん、それがなかなか、うん、まあ昼映画見に行こうってなったらいいねんけど他のこと優先してもって、うん、結局行けてないっていう、うんうん、そうだから映画館で普通にだからフラッと行けるってことやろ
見に行けるってことやろ。いや俺はだからその奥さんとかかな、うんうん、奥さんと一緒に行ったりとか、うんうんうん、だからその流行ってるというか見に行きたいという感じで見に行ったけど、はいはいはい、でもめっちゃ良かったでほんまに。もう終わってまうと思うけど、映画館で見た方が絶対よな。絶対音楽もそうやし、ちょっとマジで行こう。でマジでその芸人とかやったらより共感できる部分あるというか。え、泣けるん？俺もう序盤10分ぐらいから最後までずっと泣いた。そんな映画なの？その絶対泣かんへんシーンあるやん。いやいや普通に泣けてもずっとエモいエモいってこと。いやなんやろな、熱い熱い。もうスラムダンクも泣いたけど、そのあそうそう、スラムダンクも見れてない、ね、うん、そうそう、なんかその流行ってるやつ全部見んやん。俺ネットフリックスとかめっちゃ見にんけどな、うん、それはもう自分で昔の昔のとか、うん、配信されてるやつとか、うん、それこそドラマも見るし、うん、なんか自分のペースで見れるやつはあるねんけど、映画館って自分のペースで無理やんか、うん、あのもうその、まあ、自分のペース、自分のペースっていうかその眠くなったら止めようとかできへん。ああまあな、そうそう、だから結局寝てまうっていう。だからその奥さんと行くって言ってたやん、うん、奥さんと一緒にも寝てまう、行かれへん。だから奥さんがめっちゃキレるというか、映画に、ちゃうちゃう、俺にその楽しみにしてんのに、うん、寝てるやんみたいな、そのキレるというか、うん、いや対策してたやん。だからそうだから、うん、でも子供もおるし、うん、まだ2歳半とかやん、うん、だからなかなかね昼にまあきついんか、うん、そのまあ、幼稚園も行ったそうそう、まだ行ってないからわーとか言ってもやし、うん、だから結局会わへんの。で家で奥さんとなんか見るってなった時も、うん、気づいたらもう寝てるから、え待ってみたいな、え寝てるやんみたいな、いや寝てないよみたいな、えじゃあ今なんて言ったみたいな、この人みたいな、えとか言って寝てるやんとか言ってそのなんかそのきついんや。でも寝てまうねん。なるほどね、まあまあまあ無理して見ろとは言うけど、めっちゃ良かった。でもほんまにえブルージャイアント絶対見るわ。めっちゃ良かった、マジでめっちゃ泣いたな。ええー、うん、もう冒頭10分から最後まで泣くような映画ない。いやマジで良かったね、ほんまに。俺も全然見たこと、漫画も読んだことないし、あれはいはいはい、めっちゃ良かった。じゃあもうぜひおすすめやね。おすすめですね、ほんまに、うん、じゃあ奈々さんはもうマラソン走って、うん、体力つけて、うん、ほんで、フルマラソンちゃんと完走して、うん、で映画おすすめと。おすすめです。そんな1週間でしたね。そんな1週マラソンも今日だけ久々やで。ずっと泊まりとか思うかった。ああ、まあそうやね。まあちょこちょこ、ロケとかも行ったりしてるんで、またテレビも見てほしいなと思いますけども。はい。はい、でね、ちょっともう終わるんですけども、うん、せっかくなんで、うん、その、視聴者から、うん、メールとか募集しようかなと思いまして、ね、普通オタ、うん、ははは的なものを募集して、うん、それについてちょっと喋ったりしたいなと思うんで、ちょっとこの、今回の動画の概要欄に、アドレス、うんというかアカウントか、うん、ちょっと URL 貼ってますんで。なるほど、ね、そこにちょっとコーナーみたいなのやると確かにね、うん、何にもない1週間やったりしたら喋るのきついから、ね、まあまあそこはいやそこはもう頑張れよと思うけど芸人やねんから。1週間何もなかったです終わりって、うん、きついな。まあその概要欄から、はい、URL ありますんで、うん、そこにメールなんか送っていただいたら話題の種ね。うん、そうやね、質問的なね。なるほど、ありがたいなと思います。はい、はい、ということでよろちきラジオ第6回目でございました。はい、あらしゃー、あらしゃー。6月5日、19時からですね、有楽町シアターにてトークライブしゃべちきがございます。はい、トークライブね前からやってますけども、はい、今回もまた、はい、あるということで、はあ、今回なんとですね、うん、来場してくれたお客様になんと、はい、ステッカープレゼントいたします。もうここでしか手に入らないステッカー、はい、なんとナダルさんが実費で今回ありがとうございます。お願いします。本当にね、前回のトークライブでね、うん、勝負に負けたということで。そうですね、本当に、はい、結構いい感じのデザインになってますんで、ちょっと来てほしいっていうの。本当にうん、ね、彼らしてますんで、はい、来てくれないと本当にもうね、わけわからへんというか、元も取れないとね。どんなテンションで言ってるの。悔しいです本当に、金出すのとにかくね、全部出してくれたんでね、はい、そのね、真心を込めたステッカー、うん、ぜひ皆さんゲットしてください。はい、お願いいたします。概要欄からチケットを買えますんで、ぜひお願いいたします。お願いします。劇場に来たらもらえます。